吉田さん、今年に入って2回ね、R34 が盗まれましたっていうふうに、被害届を SNS に出してる方がいらっしゃいましたね。SNS のフォロワーさんに呼びかけて、見かけたら連絡してくれとか、見かけたら通報してくれってことなんでしょうね。で、あと、中古車屋とか、運送屋とか、車ってのはまあ隠すのが難しいんで、その辺でしょうかね。まあでもね、中古屋さんにしても、 東南でも何でもいいから、ある3ンが欲しいってところはあると思うんで、そっからロンダリングするように、こっちの車屋さんからこっちの車屋さん、こっちの車屋さんからこっちのオークションみたいな感じで渡り歩いて、なんかね、どっから入手したかわかんないようなある3ンがもしかしたら市場に出るのかもしれません。私が聞いたところによると、その東南車っていうのは2個1にして、わからないようにするっていうふうに聞きましたね。真っ二つに切って、2個1にする。もしくは、 まあ部品とかを2台をこうぐちゃぐちゃにしてこっちとこっちにまたね入れ替えちゃうみたいな感じですよねで車検証が取れないようにするみたいですね、うん、でそうなった場合はもう海外に流すみたいな感じで早ければね盗難した翌日にはもうね海の上みたいですよねいやいろいろあるもんですよ <laughs> で今回はね、まあ、盗むっていうことになってきますタイトルが盗む、まあ、盗難車だけでなくその見たり聞いたりして盗むっていうのもありますよね まあ盗撮っていうのもありますし盗聴っていうのもあったりとかとかく情報っていうのは本当にねそういう,うにあに無料で流通しちゃいけないものが無料で流通しちゃったりっていうのもあるんですよで今日ねさっきねあのこれは盗難じゃないのかどうかってちょっと微妙なところですけどもあのインターネットのブログってソースコードって見れるんですよね YouTube もソースコードが見れるんですよでそれであのある有料記事を見てる時にこれソースコードを 見てみようかなと思ったら、ソースコードをこう、ね、右クリックして、ソースコードを表示するっていうのをもうツークリックで見れるわけじゃないですか。で、それポンポンとやってみたら、なんとね、<laughs> 有料限定の記事がソースコード上には白い文字でパーッと出て見えるんですよ。いや、これ、何テクニカル的にしょうがないのかな <laughs> なんだろうなと思いましたね。うん。それとも、まあ、脇が甘いのか。何らかのね、処置をして、 あのログインしないと見れないようになってるはずなんですよ。で、ログインのパスワードを販売するみたいな感じで、有料記事っていうのは出すところが多いと思いますけども、なんのことはない。ソースコードを見るとね、見れちゃうというね、ことがありますね。うん。すすね。まあ、こんな方法はね、やっぱりもう、商品を販売する方法としては、あの、なんか見られないようにするわけじゃないですか。こっちとしては。で、いろんなプロテクトをかけて、これで見れないなって確認した立場からやってみると、いろんなね、 その限定公開有料記事を無料で見る方法っていうのは、販売する方からしたらたくさんの方法を知ってるわけですから、なんかね、気さくにこう、ぽろぽろっと試してみたら見れちゃったみたいな。しかも、ツークリックで見れちゃったみたいなことですけどね。まあ、これは、盗盗盗撮になるのかな盗難とかになるのかなわかりませんけども、盗み見てるつもりは全然ないんですけどもね。うん。まあ、でもね、あの、こんなことがあるよということで、先ほど。 ちょっと YouTube で流してみましたけどもね。はい。じゃあ、今回は盗むということでございます。盗んじゃダメですよ。ね。ハートを盗んでくださいね。う、ね、ん。あなたの心ですみたいなね。クラリスじゃないんだからって言ってらっしゃい。